おはようございます今日は環境大臣兼原発担当大臣の細野豪志さんをお招きしました今年しで細野さんには3回ここに来ていただきました非常に重要な国にとって重要な任務を担われているということでまた細野さんには来ていただきましてありがとうございますで今日は環境のことや あるいは福島のことなどについて。まああの。一緒に福島のことになりますかね。そうですね。ねそちらが主なと思います、えー。あの、細野さんにあの40分程度お話ししていただいて、その後皆さんからのあの質問をお受けしたいと思います、えー、私はあのこのクラブの企画員であの時事通信の田崎と申します。よろしくお願いします。それでははい。 ご紹介いただきました、現在、原発事故の担当と、あと環境大臣をやらせていただいております、細野豪志と申します。こちらで話をさせていただくのがです、ね、今、田崎さんからお話がございましたように、3回目でございまして、初めは、海田大臣の売席で、まあ、本当にカバ持ちできて、少々話をさせていただいたというのが1回目、2回目は大臣になりましてから、 7月に2回目、あの少し事故がです、ね、あの落ち着いてきた頃あの第1ステップが、えーまあ、そろそろという、そういう時期にです、ね、2回目の話をさせていただきました。で今日が3回目ということで、あの16日に第2ステップが終了しまして、こうして皆さんにご報告をできる状況になりました。あのまあ、3月11日とというのがあの我が我国にとっても おそらく今日集まっておられる皆さんにとってもです、ね、あのもう本当にあの忘れられない、まあ、忘れたくても忘れられないぐらいな、まあ、非常にあのもう本当に痛ましい日になってしまったわけですけれども、まあ、それから9ヶ月と少し経って、まあ、ようやくあのその状況からです、ね、次の段階に入ることができる時期になったのではないかというふうに思っております。 まあ今日はあのもちろん、これまでいろいろと皆さんからいろいろとご意見をいただいたり、質問を受けていたことについても、少し話をさせていただきたいというふうに思いますけれども、その先の話、つまりあのこれからどういった課題があるのか、そしてそれに我が国はどう向き合っていくべきなのか、そういったことについて少しですね焦点を当てて、話をさせていただきたいというふうに思っております。 で今日はあの皆さんにですねいくつかあの資料を配らせていただきました、あのまずあの1つ配らせていただいたのが、えー、第2ステップの終了という、その紙を配らせていただきました、でもうあのこの件については、ですね総理もあの会見をされてますし、私もあの統合会見の最後の場所でですね、 あのもう何度もいろ、えー、んなご質問に答えておりますので、えー、あまりあの今日詳しくこれについてご説明をするのは、まただぶってしまいますのであの、避けたいというふうに思います。えー、そういった中で、まあ、あの若干あの説明をさせていただくと、あの3点にわたってです、ね、第2ステップの終了に向けて、あの私どもはです、ね、努力をしてまいりました。 まあ具体的には、ステップ2の総括というところで書いてございますが、まずは、しっかりと燃料の温度が下がらないと、当然、冷温停止という状態にはなりません。当初は、圧力容器の底部の温度をですね集中的に測っておりました。3月、4月頃の状況というのを考えると、これが100度以下になるというのは、相当、重い、え、ー まあ、なんて言いますか、目標を掲げてしまったなと思った時期も率直にあったんですけれども、やはりあの事故の収束ということを考えれば、あの燃料の温度がです、ね、どん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 いつ上がるかわからないような状況というのはありえませんから、絶対にこれは下げなければならないだろうということで、あの冷却機能を安定化させることに努めてまいりました、その中で多くの皆さんから新たな疑問が出てまいりました。それは燃料のの場所がです、ねえー、この 圧力容器の中には、十分全部入っているという状況ではないのではないかと、むしろそこから落ちて格納容器に入っている部分が相当あるのではないかと、そういうあのご意見がございました。それはです、ね、解析の結果でも出ておりまして、まあ、あくまで解析なものですから、すべてが分かっているわけではないんですけれども、まあ、少なくとも水が漏れている以上はです、ね、穴が開いていることは間違いないと。 穴が開いているということは、この圧力強から格納容器に対しても燃料がいっていることも、まあ、これもあの当然想定をしなければなりませんので、この格納容器の温度もやはり測った方がいいだろうということで、複数箇所測りました、まあ、幸いにしてです、ね、あのこの圧力容器の温度が下がっていくのと、木、まあ、をいつにしまして、この格納容器の温度も下がってまいりました。 そしてそうしますと、さらにあのいろんなあのご意見が出てまいりました、それはこの格納容器の外にも燃料が出ているのではないかと、そういう話でございます。まあ、東京電力の解析の結果でも、特に1号機については、燃料がさらに下に落ちているという、そういう解析結果も出ております。でそういったあの当然、解析もあるわけですから、その下がどうなっているのかということについても、やはり冷却が進んでいることを確認をしなければならないだろうと。 いう,ふうに考えました,、まあ、したがって、例えば、あのそこからあの漏れ出てです、ね、循環注水の元になっている水の状態、湯気が上がっていないかどうかとか、温度に異変がないかどうかとか、まあ、そういったことについても、まあ、これもかなり確認をいたしまして、それも落ち着いているという状況が確認をできました、まあ、したがって、どこに燃料があるのかということについては、最終的にはです、ね、炉を開けてみないと分かりません。 まあですからこれにはですねおそらく10年近くの歳月はやはりかかるだろうと場合によっては10年を超える歳月がかかる可能性もありますそういう状況が生まれるまでには相当の年月はかかるわけですけれどもそれまでの間もです、ね、しっかりと冷却をできているというこういう状態を確保できれば燃料の安定した状況はこれはあの確認をできるだろうということでこれを第一の条件にしてまいりました そして2つ目でございますけれども、なぜ燃料を冷やすのかということにもつながるわけですが、えー、外に出ている放射性物質の量というのをです、ね、しっかり測定をしなければならないと考えました。まあ、これも第一ステップが終わった7月あたりはです、ね、結構苦労しました。と言いますのは、全体としてどれぐらい出ているかという状況は、およそお,およその情報はです、ね、外でこう測っていれば。 まあ把握をできるんですけれども個別に測るのは非常に難しかったんです1号機からどれぐらいの放射性物質が出ているか2号機からどれぐらい出ているかそれぞれ測り方がやはり違います2号機はあのブローアウトパネルが空いてますのでそこから出てきてますのでそこから集中してどれぐらい出てるのかっていうのを測って全体の量をですね考えなければなりませんまた3号機というのも違う状況ですのでそれぞれの状況に応じて測り方を変えてですね 放射線量をを測定をいたたししましたそして9月、10月、11月と測っていく中で、これについても徐々に減少してきてです、ね、現在は最大年間線量に換算をしまして、0.1ミリシーベルトという、そういう数字になっております。 これは当初あの、我々がですねあの、ハードルとして掲げておりました、1ミリシーベルトパーネンというものを下回っておりますので、えー、これならばこの条件をクリアをしたと考えていいだろうということになったわけであります。で、こうした状況がおよそですねあの、今ほど正確ではありませんけれども、把握できたのは9月の頃でありました。 そういった状況は徐々に確認をできてまいりましたので、私は IAEA の, IA、e のですね、総会で、年内のレオン停止状態は達成可能だろうということを申し上げたわけです。総理も国連でそのことをおっしゃいました。じゃあ、それからなぜ10月、11月、12月と、まあ、合計2ヶ月以上の期間がかかったのかということでございます。これだけ時間をかけたのはです、ね、この状態が継続できるかどうかということについては、相当シビアに、 見ていいいかかなななければなららなだろうというふうとふに考えたからです例えばこの9月の状態で、まあ、一時的にあの冷温停止状態にです、ね、なっていたとしても例えばあの水の,あの入るです、ね、この安定性が確保できなくて途中で止まってしまったらどうだろうかとそのことによって燃料の温度が上がってまた放射性物質が外に出てしまうということになるとです、ねまあ、それこそ周りの方にまた大変なご心配やご迷惑をおかけをすることになってしまう。 これではですね、今の東京電力福島第一原発の状況を考えれば、とても冷温停止状態ということはできないだろうというふうに考えました。そこでこの2ヶ月の間、例えば電源はどうなっているのか、水源はどうなっているのか、そしてそれをですね、入れるポンプは安定的に確保できているのか、そのことについての分析をずっと進めてまいりました。 まあいくつか、冊子で出ておりますので、詳しくはあのネットなどでご覧をいただければ、皆さんに確認をしていただけるというふうに思うんですけれども、例えばあのいくつか例を挙げますと、例えばポンプで言うならば、9台、すでに確保されております。その9台というのも、3月11日の以前に設置をされていたような、多様性のない設置の仕方ではありません。 場所ももちろん原発の中にもありますけれども、その外側の津波がかからない高台にも設置をするという形で、9台の多様性、多重性の確保されたポンプが設置をされております。そして、あのそのポンプがすべて仮に稼働できなかった場合にも備えて、消防車が6台用意をされております。 これも津波のかぶらない場所も含めて確保されておりますので、それであの緊急の水というのはです、ね、入る、そういう体制になっております。まあ、一つ一つ例を挙げてしまうと、もうすぐ時間がかかってしまうので、これぐらいにとどめますけれども、そうした多様性、多重性、特に多様性ですね、多重化というのはです、ね、必ずしもです、ねえー、柔軟な体制、そしてさまざまなケースにです、ね、想定をできるような仕組みではありません。 我々は今回の事故で教訓としましたのでは、きましたのは、多重性だけではだめだと。常に多様性を確保して、さまざまな事態に対応し得るような体制を作らなければならない。これが教訓だったわけです。ですから、そういう意味で、多様性が確保できた体制になっているということをもって、えー、よかろうということにしたわけであります。まあ、そのこともあの具体的にですね、あの丸三の下のところの三角のところに書いてございますけれども、 そうした体制が整うことによりまして、注水設備がすべて使用不能となった場合も、3時間程度で消防車による注水が可能であるという、そういうあの我々はです、ね、体制を整えました。ただ、この3時間ということを超えて水が入らないという状況もあえて想定をしようということで、12時間というです、ね、注水停止時間を想定をいたしました。 これは3月の11日以降起こったその抽出ができなかった時間を参考にしてこういう時間を設定をしたわけですでその状況になったとしても現在の燃料の状態を考えると敷地境界における被爆線量は年間1ミリシーベルトを下回るというこのことが確認をされておりますまあつまり我々は十分な体制を整えたというふうに考えておりますが それをはるかに超える事態が生じて、十分な対応ができなかったとしても、もう周りの皆さんに避難をしていただく必要はないと、この年間の1ミリシーベルトというこの数字は、えー、通常の原発における法廷のです、ね、放射性物質が外に出ることの上限、制限値になっております、そういう状態まで確保できましたので、それをもって、えー、冷温停止状態というふうに判断をしたと。 ということでございますでこれをもって、えー、この3月11日に生じた原発の事故については収束をしたということをあの宣言をいたしました、まあ、それについては昨日も、えー、佐藤知事の方からですね収束という言葉については福島では受け入れ難いというそういう厳しいお話もございました私の方であの佐藤知事に申し上げてまいりましたのはオフサイトのさまざまな問題であるとか 原発そのものの事故の影響が風化をするようなことになることは絶対にあってはならない、そういった印象をもし持たれたとすれば、それは申し訳なかったということについては申し上げてまいりました、お詫びをしてまいりました。その一方で、3月の11日に生じた事故については、再び避難をしていただく必要がな,かなくなったという意味において、事故の収束という政府の判断自体は、これはあの変えることはありませんということも、明確に知事に対しても、 市町村長さんの皆さんんのの皆にに対しししてても申し上げまままいりましたでいよいりりたよよ福島は次の段階に入りますでこの話をそのあにしたいと思うんですが、その前に、ここまで福島原発が来ることができた最大の功労者は誰なのかということについて、皆さんにお話をしたいというふうに思います。これはですね、東京電力のそれこそ本店の皆さんであることはもちろんありません。 我々政府関係者が最大の功労者であることもありません。むしろ私どもはですね、この事故の責任者でありますから、様々な皆さんから厳しい声をいただいて当然だというふうに思っています。私が福島に行った時にですね、皆さんから厳しい言葉をいただくのは当然です。なぜなら私に責任があるからです。 そしてこのレオン停止状態まで達成をしたことについても、称賛をです、ね、受けるつもりはもともと一切ありませんでしたし、今もそんな気持ちは一切ありません。ただ、これはあのメディアの皆さんにも、今日は集まりの皆さんにも、これをご覧になっているすべての皆さんにも、ぜひ分かってもらいたいんですが、やはり称賛をされるべき方々というのはいるわけですね。それはもちろん、初期に本当に大変なご努力をいただいた自衛隊の皆さんや、警察の皆さんや、 消防の皆さんそうした皆ささんも称賛されるべき対象ですしかし、彼らだけではないんです、現場の作業員の本当に血の滲むような努力があったことをぜひ皆さんに知ってもらいたいというふうに思います。あの一昨日、そうした感謝の思いも込めまして、福島第一原発、東京電力福島第一原発の中に行ってまいりました。 まあこれまでも何度かあの仕事上ですね中に入ってきたんですが。 えー、作業員の皆さんとです、ねまあ、立ち話をしたり激励をしたりする機会はあったんですが、ゆっくり話,す話をする時間というのはこれまで持つことができませんでした。まあ、ようやく現場もです、ね、少し精神的なです、ね、話をできるようなゆとりができてまいりましたので、私の方からお願いをして、一昨日です、ね、原発の中で作業員の皆さんとです、ね、そういうあの対談を、対話をするというそういう場面を作っていただきました。すでににそのの対話の中身については えー、おそらくもうこの時間には私のホームページにもアップをされていますし東京電力のホームページにもアップをされてますのでぜひ皆さんあのそれをご覧をいただきたいというふうに思いますその中で作業員の皆さんがあの語ってくれています一番初めに口を開いたのは50代のですね、えー、作業員の方でしたこの人はいわき市にお住まいで、えー、初め数日 家族の皆さんと連絡が取れなかったそうです、まあ、家族の皆さんの安否というのが何よりも大事であるのはですねこれは人は誰でも一緒ですそういう中にあって本人は現場から出ることなく努力をした、まあ、彼は非常にあのとつとつとあのそれこそ、えー、語っていましたけれどもいや本当にその彼の人生を考えた時に、ね、その時どういう気持ちで彼が頑張ったのかそのことをやはり 日本で今あの、安全な生活を送っている我々はですは、ね、しっかりと想像してみるべきだというふうに思います。その後口を開いてくれたのは、29歳のです、ね、一番若いあの作業員でありました、私は今でも忘れられることができないあの日がいくつかあるんですけれども、5月の10日というのはです、ね、私にとっても忘れることができない日なんですす皆さんどういうういいいい日か覚覚ええおららられれままでしょそくる方はいないと思います。 5月の10日は、作業員が初めて原発の中に入った日です。3人作業員が入りました。東電からも行きました。で、行った人のも話しましたで。彼は一番若いメンバーだったようです。やっぱり怖かったって言ってました。初めて入るわけですから、中の様子はいろいろと測ってはいましたけど、正確には分かりません。しかし、誰かが入らなきゃいかんですね。 誰かがそれをやらなければ事故が収束しなかったことは間違いない、まあ、彼が彼も非常に何て言いましょうかと突なあの29歳の青年でしたがこういう言い方をしてくれました自分たちがやらなければ誰がやるかとそういう思いで言ったんだと周りからもすまないねとかいう話も受けながら、まあ、彼は非常にあの性格も前向きだしそういう意味であの若手のリーダーだったんでしょう 彼が選ばれた理由はなんとなくそういうところにあるのかなというふうに見てましたが若い作業員が現場に入ることに関してはそれはもういろんな思いを周りも持ったと思うしかし彼はやったんですよねそういう作業が一つ一つ積み重なって今の状態があるんです3月の11日からですねあそこに電気がついた時に私は本当に感動しました現場の中に作業員が入った時に本当に感動しました そして徐々に徐々に状況が良くなってここまでやってきた最大の功労者が彼らであるということにもっと日本人は思いをいたすべきですもっと称賛すべきだと思うこういう現場に対する本当の意味で,の,です、ね、あの尊厳みたいなものがちょっと私は我が国は足りないんじゃないかと思うで私はあの自分の反省も込めて申し上げてます3月から4月にかけて十分彼らに対して配慮ができなかった住む場所はどうなのか食べるものは何なのか まあ、さらには、あの本当にあの健康に気遣いがされて、作業がされてるんだろうか、そのことについての当初、やはり十分な目が行き届かなかったって反省をしてますで、それがありましたから、4月、5月、6月にかけて、とにかく現場を良くしようということで、一生懸命やりました、吉田所長もやってくれました、あの夏のです、ね、熱射病も乗り越えたんです、6月、7月は熱射病出たけども、8月、熱射病で重篤な人、一人も出なかった。 これは驚くべきことです。それだけ現場はですね、いろんな配慮をしながら乗り切った。まあもうこれ以上言うのはやめますが、私はあの、12月の16日、あの、いろんなことを非難をされるだろうと思ったけども、私は12月16日は、現場の皆さんに対する称賛の声がもうちょっと出てくると思ったんですよ。まあニュースが足りなかったこともあると思います。現場の中に記者に入っていただくことはできませんでしたから。それはあるけれども、まあ3日経ってしまいましたけど、改めて、 そのことを皆さんにですね強調したいというふうに思います。話を元に戻したいと思います。福島はこれから新しい段階に入ります。私は3つの点で福島をですねこれからあの本当にですね世界に誇れる場所にしていきたいというふうに思っているんです。まず1つ私がこれからやりたいと思っているのは福島を原子力安全の世界の道場にします。 来年の4月には新しい原子力の安全規制機関が誕生します。国会でもこれからご議論いただきますので、何としてもこれはですね、誕生させたいというふうに思っております。そして、その拠点というのはもちろん、あの、東京にも置く必要があると思うんですけれども、重要な研修機関の拠点を私は福島に置こうというふうに思っています。原子力、国際原子力安全研修院。 この拠点というのは国内の原子力安全に関する専門家を育てるそういうだけの場所ではありません。世界から多くのそういう原子力安全に関わっている、規制に関わっている人に来ていただいて、一体福島で何が起こったのか、何が間違っていたのか、その教訓を全て学んでもらおうと。そしてこれから原子力安全規制のあり方が向かうべき方向性についても、福島を拠点にですね、世界に発信をしていく。 そういう拠点に私は必ずしたいと思うし、できるというふうに思っています。そして2つ目に、これは私の仕事にも関わるところですけれども、福島をです、ね、放射性物質をさまざま扱ったり、さらにはそれを乗り越える先進的な地域にしなければならないというふうに思っています。チェルノブイリの経験というのは、私どもに多くのことを教えてくれています。しかし、チェルノブイリは、そういうさまざまな専門的な拠点にはなっていません。 福島はその拠点にできます。具体的に申し上げると、除染の技術は福島で最も発達するでしょう。放射性物質をいかに扱うのかというこの技術。さらには、低線量被曝に対する対応を含めて、放射線医療の拠点として、福島はこれからどん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 ざまなですね、経験を積んでいきます。でもちろんその中で、 福島の皆さんの健康被害が出ないような体制を必ず私は作らなければならないというふうに思っていますそして3点目として福島はですね廃炉の問題に取り組みますからその意味でのさまざまな技術革新が現実に起こる場所になります私が一番やらなければならないと思っているのは無人化の技術いわゆるロボット技術です このロボット技術については、原発の中で活躍したロボットが非常に大きなニュースになりました。アメリカから来たタロンとかアイロボット。皆さんも記憶をされていると思います。ネーミングもうまいですから、何かその外国産のロボットだけが、あの、中ですごく働いたように印象を持っていらっしゃる方多いかもしれませんが、必ずしもそうではない。一番活躍したロボットは、皆さん何かご存知でしょうか前回もこの場所で申し上げました。それはですね、 小松製作所の無人のですねこの建設機械です一昨日現場に行った時もです、ね、この29歳の若者が言ってました「びっくりした」と「あんな大きな建設機器が無人で動くんだと」と全部がれきを拾ってですね中の作業をしてそのがれきを拾う作業をしてそしてあの周辺をきれいにしたのはこの無人のロボットです 日本にはもともとですね、素晴らしい無人化の技術がある。ただ残念ながら、残念ながら、今回のその現場ではですね、日本のロボットの活躍十分皆さんにお見せをすることができなかった。むしろ私は悔しい思いをしました。ある外国のメディアにこういう記事が出た。日本のロボットはバイオリンは弾くけれども、原発の中では働かなかったと。皆さんご記憶ですよね、上海岸万博で。 弾いてましたねバイオリンを見事な技術だった私も行きましたからすごく鮮明に覚えてるああ日本の無人化の技術は素晴らしいなとああ本当にこんな技術が日本にあるんだなと感動したけども確かにあの人間型のロボットというのは原発の中では働くことはできなかった私はですね現実はもっと日本は先に行ってるしいけると思ってるんですですからその無人化の技術をこれを福島でしっかりと育てる中で これからいろいろやらなければなりません。最大の難関はおそらく10年ぐらいかかると思います。原発の中からの燃料の取り出し。それはもう無人化の技術なくしてですね、できませんから。それを発達させる場所として福島をですね、これからもう本当にあの、その再生の場所として活かしていきたいというふうに思っています。多分ご存知の方も多いと思いますが、これまで無人化の技術というのはですね、 あの全体の中で言うとやはり軍事の面で発達をしてきました、まあ、米国はその代表です、まあ、できるだけ人を傷つけずにさまざまな無人化の技術を生かしていこう、まあ、最近はいろんな偵察機であるとか爆撃機も随分無人化をされていることは皆さんご存じのとおりですやがては戦闘の現場もロボットによってなされるのではないかというようなことも現実的に言われている日本はそこはですね米国にはおそらくえー 追いつかないし、おそらく追いつくべきでもないでしょう、そういう国ではありませんから、日本型のですね、無人化の技術を発達させる場所、本当の意味で世界に貢献をできる場所、それは私は福島だというふうに思っています、でもちろん外国からもさまざまな協力をしっかりと受けようというふうに思っています、えー、中長期のロードマップを21日に発表いたします。 廃炉に向けてのその中でも、この研究開発の要素というのは非常に重要ですので、しっかりと皆さんにご説明をしたいというふうに思っています、そしてその研究の成果というのは、海外からもいろいろ募ってやっていこうというふうにも思っています、しかし、私はやはりメイドインジャパンにこだわりたい、あの水の処理施設もそうでしたけれども、アメリカやフランスからいろんな協力をもらうのは非常にありがたい。 しかし長期的に本当にこの国難とも言える事態を乗り越えるときに頼りになるのは、やはり私はあのメイドインジャパンの国産メーカーだと思っています。で、そういう力が日本のメーカーにはありますので、メイドインジャパンにこだわる中でこの無人化の技術を発達させて、えー、福島をそういう拠点としてですね、あの私はあの再生をしていきたいと、そのようにあの考えております。 それぞれのテーマについて、あのもう一度あの政策の少しあのこれ当面の課題に戻ってです、ねあの、話をあのさせていただきたいと思います。まずおそらく皆さんが関心を持ってらっしゃる除染について申し上げます。この除染ですけれども、えー、体制は整いましたあの、遅いというご批判はあると思います。 あらゆるご批判のすべての責任は私にありますので、それは本当に申し訳なく思っています。しかし、我々は前進するしかないんですね。どんなに遅いと言われようが、その日からスピードアップするしかないんです。どんなにこれまでダメだったかと言われて、それでそれについてご批判を受けようが、それは反省をしつつも前に進むしかないんです。ですから、除染は来年の1月1日には、福島環境再生事務所という200人体制で立ち上げます。来年の4月には400名体制で立ち上げます。 環境省は職員の総数1200人でした。国交省は6万人です。その中で400人体制で立ち上げるというのがいかにです、ね、大きな仕事かというのは皆さんに分かっていただけるというふうに思います。もちろん、他省からもあらゆる応援をです、ね、受けます。予算も確保いたしました。来年度まででメドが立っているところが1兆1500億円。総理は 必要があればもっと予算を確保すると確約をしてくれてます。まあいろんな意見があります。除染よりも違う方法にやった方がいいんじゃないかというそういうご批判もある。しかし私はやろうと思ってます。皆さんにもぜひ考えていただきたいんですけれども、日本という狭い国土で、福島というあの東北の真ん中の場所に、人が住めない広大な大地が広がることが日本にとってどうなのかと。 残念ながら、公選量で当面帰っていただくことができない場所があるし、そういうところは買い取りという選択肢も提示をしなければなりません。しかし私は、やはり帰れる人には帰ってもらいたい。そしてそのために、日本社会というのはしっかりとそのことに向き合っていくという国であってもらいたい。これは経済の問題ではなくて、日本社会のあり方そのものを問うている問題だというふうに考えています。ですから、まずは、女性については、この、 二年を集中期間として、あらゆる手段を使ってやると、予算と人をそのために確保をしました。ただ、この除染を進めるためには、いくつか越えなければならない壁があります。それは、出てくる、この土壌をどうやって処理をするかという問題。まあ、昨日も市町村の皆さんとですね、2時間、20分ぐらいでしょうか、渡りまして、 私を含めた三角僚を参りまして、議論してまいりましたが、やはりあの皆さんおっしゃったのは仮置き場に苦労しているという話でしたで。仮置き場に苦労しておられるのは理由があるわけです、それはこの仮置き場というのが一体何年になるのか、果たして仮置きで終わるのか、最終的な処分場になるんじゃないかという疑いを住民の皆さんが持たれるからです。でそういった状況は、絶対にこれは避けなければなりませんので、そのために中間貯蔵施設をですね、設置をする必要がございます。 これはもう本当に福島の皆さんに申し訳ないんですが、あの、今出ている大量のですね、この土壌の問題を考えれば、やはりこの中間貯蔵施設というのは、福島県内に設置をするという選択をせざるを得ないというふうに思っております。ほぼ、この中間貯蔵施設については、具体的な姿をですね、私の中で、今、準備をすることができました。どういった施設にするのか、 そして、えー、それはどういう要素を含むのか、まあ、設置主体はどこにするのかということも含めてですね、まだここでは皆さんに発表できません。やはりこの問題は、マスコミの皆さん、こうした国民の皆さんに説明をする前に、福島の皆さんに説明すべきだというふうに考えるからです。ただ、この中間貯蔵室の設置は、やはり国が責任を持ってやりなければなりません。 当然、あの、歓迎はされないでしょう。私はそこはもう国が責任を持ってやらなければならないと思っておりますので、まあ、本当に苦しいところですけれども、そう遠くない時期に、いつとはちょっとまだ申し上げられないんですが、そう遠くない時期にもう一度、えー、具体的にですね、福島の皆さんにお願いをする機会を作らなければならないというふうに思っています。まあ、7月頃からこの問題に取り組んでいまして、菅総理の最後の仕事として、 この中間貯蔵施設について設置を認めをいただきたいということをです、ね、福島で総理に頭を下げていただきました、菅、まあ、政権、いろいろ評価がありますし、菅総理についてもいろいろ厳しい声があるのは承知をしておりますけれども、私は原発の事故が起こったときのです、ね、最大の責任者である菅総理が、最後にあのことを福島で言ってくれたことをです、ね、無駄にはしたくないというふうに思っています。 徐々に福島でも、えー、この中間貯蔵の問題については、何とかしなければならないんではないかというふうに言ってくださる方が増えてきました。もちろん反対意見もあります。中間貯蔵施設を作ることに反対だというですね、そういう要望書も出てきています。ただそういったことも含めて、やはり、あのいろんな声がある中で最後にお願いするのは私の仕事ですから、それはあのやりたいというふうに思っています。そして女性についてもう一つ。 1>, 1ミリシーベルトを長期的な目標としてやっていくという姿勢は変えません。そして1ミリシーベルトに戻すためにですね、地元の自治体の皆さんがいろんなご努力をしていただいたり、地域の皆さんが本当にあの一生懸命手を使ってやってくださっているということは本当にありがたいと、ボランティアの皆さんにも感謝を申し上げたいというふうに思います。でなぜ1ミリシーベルトまでやるかなんですが、それは福島のきれいな大地を汚してしまったのが国であり東京電力だからです。 環境問題においては、汚染者負担の原則という考え方があります。その原則に基づいて、福島をきれいにする責任は国であり東京電力にありますから、1ミリシーベルトを長期的な目標としてやることはこれからも変えません。しかしその一方で、この後少し話しますけれども、健康の問題としてどうかということを考えると、私はそこは別だというふうに考えているし、ぜひ皆さんにもそう考えていただきたいというふうに思います。 えー、例えば20ミリシーベルトで生活をすることのリスク、えー、このリスクについては、低線量被爆のワーキンググループというのを開催をいたしまして、えー、合計ですね、8回にわたりまして、議論を重ねてまいりました。 11月から始めたんで、まあ、2ヶ月弱の間、2ヶ月今日の間、短い期間でやったんですが、毎回2時間、あの、しっかりやりました。で全ての、あの、会合に私出ましたで。全て発言をしてます。全部ネットで公開してますから、停戦量被曝について、あの、もしご関心ある方は、はぜひこれも映像でご覧ください。あの、政府のホームページに出てますから。その中で議論したんです。停戦量被曝のリスクってはどう考えるのか。 100ミリシーベルト以上のことについては、疫学的なあの結果が出ています。それはですね、えー、例えばあの、原爆による被害の、そういう被害者の皆さんの,あのいろんな疫学的な調査をして、相当包括的な調査がされていますので、その中で、100ミリシーベルト以上の放射線量を浴びた場合には、がんが増加をするという、そういうあのデータが出ております。えー、具体的にはですね、えー すいません失礼しました。100ミリシーベルトを被爆した場合の生涯のがん死亡の増加分は約0.5%です。まあ、0.5%をどう見るかというといろんな評価があると思いますが、有意な疫学的な調査が出ている以上、これはです、ね、100ミリというのは重い数字だということが言えると、私は思います。 じゃあ、1 0 0ミリシーベルト以下はどうかということについては、よくわからないということをおっしゃる方がいますが、これは必ずしも正確な言い方ではありません。疫学的には様々な調査をしています。していますけれども、疫学的な優位な差が出てきていません。これはなぜか。それは、1 0 0ミリシーベルト以下の場合には、他のがんのリスクに隠れてしまってですね、この優位な差が出てこないわけです。 日本人の癌の発生率というのは大体30%というふうに言われています。あさまざまな因子があります。その中に隠れてしまって100ミリシーベルト以下についてはですね、えー、放射線による発癌のリスクの明らかな増加を証明することは難しいという、これが正確な表現になるわけですね。で、元に話を戻します。ですから、 20ミリシーベルトという数値は、その中でどういうふうにリスクを考えるかという問題なんです。あの、この低線量被曝のワーキンググループの中では、あえてリスクの比較もしました。例えば、タバコのリスクと比較をするとどうなのか、さらには、えー、肥満のリスクと比較をするとどうなのか。 野菜不足のリスクと比較をするとどうなのか、比較をいたしました。あえてと申し上げたのは、本質的に全くこのリスクはです、ね、違うということです。なぜ違うのかというと、この喫煙であるとか、野菜不足であるとかです、ね、肥満というのは、それぞれ皆さんがそれぞれの選択をする中で生じている現象です。今回の長期低線量被曝というのはですね、 誰も望んで,です、ね、そういう状況になっている方はいらっしゃいません。すべての皆さんは今回の事故によりまして、不本意ながらそういう状況に陥ってしまっている、これは我々の責任があります。ですから、そういった意味では全く違うリスクなんだということは前提として申し上げなければならない。選択するリスクと、選択できなかったもう状況で生じているリスクはこれ違う、比較に適していません。だからこれまで我々はそういう比較をです、ね、あ,のあえてすることはしてきませんでした。 しかし、そろそろその比較をしなければならない時期が来たんではないかというふうに思うんです。それは政府に責任があり、我々の、まあ言うなら問題で生じたことをしっかりと認めてお詫びをしつつ、その一方で、本当のリスクというのはどの程度あるのかということについて皆さん冷静に議論していくため、していただくために必要ではないかというふうに考えたわけです。そして福島で生活をされている皆さん、福島の外でも 放射性物質のまあいろんな問題に悩んでおられる方が日本中にいらっしゃいます、そういう方々に対してもしっかりとしたリスクコミュニケーションをしていく必要があるのではないかということで、あえて比較をいたしました。具体的には、喫煙の場合には放射線量で換算をすると、1000ミリから2000ミリシーベルトに該当するがんのです、ね、発生リスクということになってまいります。 肥満の場合には200ミリから500ミリシーベルト BMI で23から24.5のグループに対してということです野菜不足や受動喫煙については100ミリから200ミリシーベルトこれはですねあの、まあ、一定の前提を置いてるんですが1日当たり420グラム摂取のグループに対して 野菜をです、ね、1日当たり110グラム摂取のグループ、4分の1ぐらいしか野菜を取ってない人あの、もしかしたら私なんかも、晩奏あまりいい食事してないので、これに該当するかもしれませんで。それぞれ皆さんに当てはめていただいて、今、放射線のリスクで問題になっているリスクと、これはです、ね、疫学的には明らかになっていませんけれども、まあ、一定のリスクとはやはり見たほうがいいでしょう。まあ、例えばですね、えー、低いリスクでいうならば、 皆さんあの、水道にも発がん性物質が入っているのをご存知でしょうか。クロロホルムと言います100あの。このクロロホルムの入った水を1日2リットルずつ水道水を飲み続けた場合の発がん性のリスクは0.01%未満と言われています。で、この100ミリシーベルトの放射性物質を浴びるということは、このクロロホルムのリスクよりは高いわけですね。 先ほど申し上げたようないろんなはっきりしているリスクと比べると低いですけれども、これよりは高い。のであれば、できるだけ減らす努力はしていくべきだろう。そこで女性に話を戻すわけですけれども、20ミリシーベルトで人が住んでいます。まあ現実的には我々がですね、積算線量20ミリシーベルトというふうに カウントしているところでも現実にそれぞれの皆さんの生活で測ってみると大体ですね4分の1ぐらいです5分の1ぐらいの方もいらっしゃいますですから4ミリシーベルトから5ミリシーベルトぐらいこのことは大体明らかになって,しまなっていますあの要するに私どもが基準を作るときに保守的に作ったんですね8時間外にいるという過程を置いてます現代人で8時間外で生活する人はですね、まあ、ほとんどいません ですが、20ミリシーベルトを最大浴びる可能性があるということであれば、それを減らす努力をしようと。ですから、除染については、参考レベルとして、暫定の目標値として、10ミリシーベルトを設置をしたいと考えております。おそらく、20ミリのところを下げるという意味では、はじめの2年ぐらいで10ミリまでいけるのではないかと思ってます。やりたいと思ってます。自治体がそれぞれやっていただいてますが、国もそこはもう、それこそ統一者として入ります。 20ミリでまだ除染ができてないところで、例えば子どもは住んでるかもしれない、住んでるでしょう、そこは国に入って直接やると。2年で10ミリまで下げます。下げたいと思います。そして2年たって、10ミリ以上のところに人が住んでないという状況になれば、次は、次の挑戦があるわけですね。それを5ミリまで下げていく。参考レベルを5ミリまで下げればいいわけですね。 そうすることによって、もう福島に20ミリの人は住んでない、20ミリのところには住んでない、その後10ミリのところには住んでない、その後5ミリのところに住んでないということになれば、福島が徐々に本当の意味でですね、安全だけではなくて安心できる場所として皆さんにですね、しっかりとこれをそれこそ分かっていただける状況ができるのではないかというふうに思っております。 そろそろ1時間近くになってまいりましたので、低線量被曝の話にもう少し焦点を当てて申し上げたいんですが、この低線量被曝のワーキンググループについても、これはちょっとまだ時期は申し上げられないんですが、最終回を開きまして、今、最終報告書の取りまとめに入りました。 で,できれば年内にはですね、この報告書を、す、ま、で、あ、にあの暫定版は公表しているんですけれども、あのしっかりと最終版にしてですね、報告書を皆様にあのしっかりとご提示をしたいというふうに思っております。で、その中で、政策についての具体的な提案もいくつかあのしてまいります。ままだ最終的な姿ではあありませんけれどもあの5点、あのー 皆さんに提示をしようと思いますので、まず、あの、ま、あの概略をこの場所ではご説明を申し上げたいと思います。一つはすでに申し上げました。除染の参考レベルを、えー、2年間で年間10ミリシーベルトまで、そして次の段階で年間5ミリシーベルトまで下げるという、そういう目標をあの作りたいというふうに思っています。そして二つ目に、えぇ、ー、子供に対するですね、最大限の配慮を提案をしたいと、 いうふうふに思っておりますやはり子どもを考えた時に一番気になるのはですねあの生活空間の除染ですねですから当然学校もですけれども通学路公園そういった除染を優先するという考え方は、まあ、これまでも取ってきましたけれどもより鮮明にしなければなりませんその中で、まあ、一番おそらく判断として悩ましいのが学校をどういうことになれば再開をするのかということなんです、まあ、皆さんもご記憶されていると思いますが 4月から5月にかけまして、学校のこの再開基準がです、ね、大変あの大きなです、ね、あの懸念を日本国内に呼び起こしました。で当時はあの私はどちらかというと、サイトの中のことをやっておりまして、この学校の再開の問題については、直接には関与できませんでしたけれども、やはりあの本当にあの地元の皆さんの子どものことを考えれば、あの,時のですの、ね、いろんなその判断のやり方とか、 判断の基準とかいうことについても、私はあのいろんなですね、やはりあの検証は必要だというふうに思っています。そして、落ち着くところに、あそこはえ落ち着きましたので、その方針をこれからもやはりですね貫く必要があるのではないかと。今、福島県内で開いている学校は、すべて1時間あたり1マイクロシーベルト以下という形になっています。この基準は相当私はですね、 あのレベルを下げないと開けないという基準ですから、えー、私はあの採用し続ける、えー、意味があるのではないかというふうに思っています。ですから、これからですねあの、いよいよ避難区域の変更という議論になるわけですが、この避難区域の変更の中では、学校の再開がおそらく最大のです、ね、問題になるというふうに思うんですね。で、その中で、この学,科学校の再開については、まずは学校校舎であるとか、 さらには校庭の徹底的な除染を行って、1マイクロシーベルトパーアワー以下にならなければ、学校は再開をしないと、いろいろご意見あるかもしれません、逆のご意見も、あるかもしれないけれども、それぐらいやはりやらなければならないのではないかというのが、このワーキンググループからおそらく提案をされる中身になると思いますし、私も個人的には今、そう思っています。そして、4点目とあ、3点目といたしまして、 地域へのです、ね、放射線測定器の配備というのを提案をしたいというふうに思っています。もちろん、これまでもいろんな測定器については、あの国もあの配備をしてきましたし、あの福島県にもいろいろあのお渡しをして、福島県内でも測っていただいています、ただ、どこかちょっと足りないところがあると思うんですね。それは国は測ると、県は測ると、市町村も測っている。 確かに測ってるんですね。で、データをすべて公開をしてます。しかし、本当に身近に皆さんが測れているかと、ここに問題があるわけですね。で、もちろん、我々は国がもっと信頼されるようにならなければならないし、国の責任で測らなければならないとも思っているんです。しかし、一方で、地域の住民の皆さんからすれば、自分で測れると、もしくは自分の本当に知ってる身近な人が測っていて、 こういう数字だったよということになれば、それは圧倒的にです、ね、それを信頼しようという方が多いのも事実なんですね。ですから、もっともっと地域の、えー、放射線測定器、まあ、さらには食品の測定器、それを地域に私はもっと配備をすべきだと思うんです。でそこは、まあ、私がこんなことを言うとです、ね、お前、これまで配備してなかったではないかと言われます。まあ、そうです、私に責任があります。政府全体にですね。 でこれからあの私が担当することになります。もうそういうご批判を受けないようにやります。地域の健康の問題については、まあ、いろいろ議論がありました。厚生労働省がやるべきではないか、お医者さんたくさん、当然ネットワーク持ってますから、そういう話もあった、文部科学省がやるべきではないか、そういう議論もあった、文部科学省には法医研もあります、さらには大学病院があります、大学がありますね、広島大学とか長崎大学、文部科学省は直接持ってます。 しかし、厚労省も文部科学省もどうするかという議論の中で,です、ね、この問題に正面から向き合った省庁がなかったで。環境省がやることにしました。環境省には、えー、専門の医務官いません。医官いません。しかし、えー、例えば水俣病の経験はある。環境省には確かに先生方のネットワークはありません。しかし放射、放射性物質に関するさまざまな知見はこれから環境省に集まります。 環境省の中にもいろいろ議論がありました。ありましたけれども、ここはやろうじゃないかと。私が今パートナーでやってる、あの、南川さんというこの時間はですね、これはなかなかの、あの、欠仏でして、やろうじゃないかと。わずか1200人の所帯ですが、環境省はそういったことに今挑戦してます。もともとやっていなかった、この原子力の安全についてもやります。健康問題についてもやります。 そういったことについて、女性についてもこれまでどこもやってきませんでしたけれども、環境省が請け負うことにしました。当初は環境省の皆さんの中にも、まあ、本当にそんなことをやれるのかという迷いがあった。まあ、私もちょっと途中で厳しいことを言ったこともあったんですね。もうここで役に立たないなら、役人なんかやめろと言いました。まあ、それで野蛮な大臣が来たなと思ったと思います、環境省の人は。最近言い方を変えてます。役人のです、ね、本望じゃないかと。 ここで役に立つなら、政治家も同じですよね。せっかく政治家になったんだから、せっかく役に立ったんだから、ここでお役に立とうじゃないかとかと、国民の皆さんの、福島の皆さんの、それをちゃんとです、ね、本望としてやれるようじゃないと、やれるようであってほしいと、こうそ,うそういう前向きな発想に立ってやろうじゃないかということをです、ね、今あの、呼びかけをしています。で環境省の皆さんも、まあ、そういった意味では まあこれまでの環境省からもう脱皮をして、いろんなことを進んでやって、前向きに取り,取り組んでいこうという、そういう雰囲気がですね広がってきていると、私自身は感じておりまして、こ今年はあの本当にあの環境省にとってもまあ大変な年でしたけれども、来年はですねそういうしっかりとした役割を、この環境省自体が果たしていけるような状況をあの作っていきたいなと思っております。 そそろそろあの1時間になりますので、最後にあのこのパンフレットを皆さん、ご覧いただけますでしょうか。ああのパンフレットを持っているのは私だけなんですね、まだちょっとすいません、今、製造しているあの途中でございまして、あの間に合いませんでして、あの参考で作ったやつが私の手元だけにあるんですが、これはですね、あの環境省がやっております、がれき処理についての,あのパンフレットです。 まあ、皆さんももうあのお気づきだと思うんですけれども、えー、宮城県、あの岩手県の、えー、今、廃棄物の処理にですね大変今、われわれがです、ね、あの一番これに頭を悩ましております、えー、一枚めくってください、すみません、一枚めくっていただいて、えー、見開きの左側。 膨大な量のです、ね、災害廃棄物が出ております岩手県でいうと、通常の年の11年分、宮城県でいうと、まあ、これはあのー、さらに多くの量、19年分、あの石巻が一番多いんですが、石巻は100年分の,あの廃棄物が出ています。 でもちろん、それぞれの市町村にも、まあ、最大限の努力をいただいてますし、私どももですね、こういう大量に廃棄物が出ているところには、仮設の焼却場もですね、作っておりまして、そこでも、あの、模してですね、処分をするということをやっているんですね。ただ、まあ、これはですね、これだけの量ですから、現地で処理をしきれない状況になっていることは、もう皆さんもご存知のとおりです。そこで、えー、とにかく全国の皆さんにお願いしているのは、 広域処理をあのお願いできないだろうかということで環境省として全面的に働きかけをしていますまあ、私もですねあの実は表面にはなかなか出てないんですが出せないんですけれども率直に言うとこのことにかなりの時間を使っています東京から上京してこられた首長の方にこのことについてのお願いをしたり えー、いろんな方に直接電話をして、なんとか、えー、容,量容量の大きい、そういうあの力のある自治体にはです、ね、広域処理をお願いできたらだろうかということで、伝えてまいりました。当初は、えー、4月、5月あたりは環境省がお願いしても、好意的な反応が多かった、ところが私があの環境大臣に就任した8月の終わりあたりから、改めてお願いをしますと、非常に厳しい反応だった、もうお分かりだと思います。 やはりあの宮城県であるとか、岩手県についても、放射能の,あの放射性物質が拡散をするという、そういう懸念があるのではないかということが示されたわけです。で、その説明もとにかくこれまでも一生懸命してきたんですが、なかなかですね不安を払拭することができませんでした。そこで作ったのがこのパンフレットです。えー、もう1枚めくっていただいて、えー、っとこのページですね、えー、ごめんなさい、4ページですね。 四ページこ,ここです。はい。四ページごめんなさい。左肩に放射性廃棄物って安全なのと書いたページです、えー。ここでいくつか例を挙げておるんですが、あの皆さんも東京都がですね、あのこのあの宮城県岩手県の廃棄物を受け入れたことはあのご存知だと思います。 具体的にまず受け入れを東京都がしてくださったのは、岩手県の宮古市の廃棄物です。この右肩のところに書いてありますけれども、宮古市のですねこの放射性廃棄物のセシウムの濃度というのは69ベクレルパーキログラムです。で、これを燃やすとですね。 まあ10倍とか20倍になるんですけれども、放射性廃棄物は69ベクレルなんですね、まあ、食品の安全基準を暫定値で今、500ベクレルに決めておりますので、キログラムあたり、まあ、それよりはるかに低い値であるというのは、まあ、数字としては皆さん、すぐお分かりいただけるというふうに思います。ただ、これ、燃やせばです、ね、それによって濃縮をされますから、そうすると、最大で,です、ね、30倍ぐらいになるという計算をしてるんですね。 それでも、まあ、実際に福島の場合には、失礼しました、実際に宮古市の場合にはです、ね、東京都が受け入れたものの中で、まあ、いろいろと計算をしてみると、肺にして133ベクレルというような数字が出てます。で、そう,そういうあの放射性物質がどういう量かと、どういう値かということなんですが、あのその左側で書いてあります。ちょっと話が前後したので、ややくしゅうなってしまいましたけれども、廃棄物そのもので、肺になる前の、 え、廃棄物で240ベクレルから480ベクレル、えー、パーキログラムの廃棄物。え、これをですね、燃やすと、えー、最大で8000ベクレルというものになるわけですね。最大で。まあ、それよりも実際にははるかに低い数字なんですけれども、廃で最大で8000ベクレル。じゃあ、8000ベクレルのこの廃棄物をですね、キログラム、8000ベクレルの廃棄物を 埋め立てをして安全に処理をしたときに周辺で,ですねどれぐらいの,あの放射線量が出るのかというのが出たのがここの数字です0.01ミリシーベルトパー年なんです皆さん0.01ミリシーベルトです まあ通常の皆さんが生活をしている空間の放射線量というのは自然放射線量といいますけれども、まあ、これがどれぐらいの量かというのはもう皆さんご存知ですよね。例えば1ミリシーベルトとか、そういう数字です。まあ、大体、日本の平均値が1.4ミリシーベルトと言われています。世界の平均は でこれは環境省でちゃんと審議会を開いてです、ね、あの研究会を作って、徹底的に数字も精査をして、皆さんに公表している数字ですから、間違っていません。で、これを皆さんがどう考えるかなんですよね。でもうまた改めてあの申し上げなければならないのは、原因者は国ですから、あのこの状況を作って、国民の皆さんをです、ね、いろんな不安に陥れている責任はすべてわれわれにあります。 ですから、それを開き直ることは絶対できないと思うんです。申し訳ないと、申し訳ない本当にこれはです、ね、心の底からお詫びをしなければならないと思う。しかし、そのリスクが一体どういうものなのかというのは、客観的に皆さんにぜひ捉えてもらいたい。そしてですよ、恐れるべきものについて、わ我々もちゃんとです、ね、本当に処理をしますし、そのことは国民の皆さんにも申し上げます。しかし、恐れるべきでないものまでですよ、みんなで恐れて萎縮をして、 災害の復旧が進まない、東北の復興は進まない、これはですね私、あまりに不幸なことではないかというふうに思うんですよ、皆さん、どうでしょうかね。そこで私は、もう年末から年始にかけて、再度、ですねこのことをもう全国の自治体にもお願いしようと思ってますし、個別に自分の出身地の静岡にもですね今週お願いにしに行こうと、静岡県でも直接、首長の皆さんにお願いをしていこうというふうに思っています。 で、そろそろ我々も変わらなければならないんではないか。それは3月11日に事故が起きました。それは本当に皆さんに申し訳なかったし、そして、あの、そのことについて国を空襲努力はまだまだしなければならない。しかし、現実として事故は起こってしまったわけですね。で、これは乗り越えなければならない課題でもあるわけです。で、乗り越える最大の責任は政府である我々にある。しかし、国民全体でこれを乗り越えようと。 これをなんとか乗り越えて日本を再生していこう。そういうふうに皆さん一人一人に思っていただかなければ、おそらくこの国難はですね、乗り越えられないと思うんですよ。私はまあ政府の中で、このまさに担当してますから、この国難を乗り越えるべくですね、踏みとどまるところは踏みとどまろうと思ってます。こういう話をすると、いっぱい抗議の電話が来ます。停戦量被爆の時もそうでした。この瓦礫の問題をしてもですね、事務所に抗議の電話は殺到します。 テレビで発言をすすればです、ね、いろんな手紙もきますそれでもやっぱり誰かが言わないかんいろんな弓もこう槍も飛んでくるかもしれないけども私はその役をです、ね、今あの政府の中でやらなきゃならんというふうに思っておりましてあのもう本当にあのいろいろ年のせいに入ってまいりますのでそのことをです、ね、この,あの貴重なあの席で、えーまあえて、えー、申し上げようかなと思ってあの今日は参りました。 あの大変あの弱いの私があの口幅ったい話をいたしましたけれどもあの本当にあの最後まであの耳を傾けていただきましてご清聴いただきましてありがとうございました心より感謝申し上げますどうもありがとうございましたあの非常に熱のこもったあのいいお話をあのしていただきまして、えー、感謝いたしますまたこの中でまああの現場の人たちに対する感謝の気持ちを 忘れるとはならないと思いましたし。しまあ、私たちの問題として、えー、あの今最後にしちゃった。あのー、災害廃棄物も捉えなきゃいけないってことは非常によく分かりましたし、また、あの福島のこのをあの原子力、安全の道場にしたいっていう構想とあのー、非常にこういいなと思いました。で、その上であのー。 二3、ちょっと僕の方から質問いたしまして、はい、しその後会場で質問していただく形にしたいと思いますまずあの、お話の中であの中間省庁施設、まあ、福島に作るというお話、まあ、そう遠くない時期に、えー、お願いしなければいけないということをおっしゃったんですが、これは、まあ、年内とか、まあ、年明け早々とか、それぐらいの,あのタームで見てらっしゃるんですか。はい あの昨日区域の変更のことについて、あの具体的にご説明を申し上げましたので、あのそれはもう、ものすごく一番今、重い福島においてはあの問題なんですね。ですから、あのまずはここ数日はです、ね、少なくとも、その中で福島の皆さんからの意見をどう反映をできるのかとか、おそらく追加でもいろいろご意見が来ると思いますので、それをしっかりと見極めたいと思ってます。 でそれと並行して中間貯蔵の問題も走らせるとです、ね、やはりちょっとあまりにいろんなことをお願いをしすぎているという状況にもなりかねませんので、まずはこの区域の問題について当面の考え方がまとまるのが先ではないかと。 でそれが終わった後に、中間貯蔵についても改めてというようなことを考えております。まあ、したがって、今の時点で年末にできそうだとか、年始にそれがなりそうだということは、ちょっとです、ね、申し上げることができませんので、あの福島の皆さんの今の本当にお考えになっていることとか、お気持ちを見極めた上であで判断をしていきたいというふうに思っております 2>, であの2点目として、あの避難指示、解除人備区域にあの住民がいつ戻れるか。 のかという、まあ、ある種の目処っというのはどれくらいに考えていらっしゃるんですかまあそこもですね、あのー、自治体の皆さんのお気持ちによると思います、まあ、実際、市町村によっては、あの緊急時避難準備区域の解除をしたときに、ですね20キロ、外側ですね、20キロから30キロのあの場所の、あのー、避,難区域避難準備区域を解除したときに、 線量が低いので一緒にその警戒区域も解除してもらいたいというようなそういうお話をされた自治体もあったんですですから自治体によってはできるだけ早くこの緊急時避難準備区域と一緒にでも警戒区域を解除してもらいたいと警戒区域から進める状態にしてもらいたいとしたいというところもあると思うんですねですからあのかなりあの差が出てくるというふうに思うんです一方で あの緊急時避難準備区域を解除するだけでもあれだけ時間がかかりましたしまだ解除できて実際は戻ってないと,いところがたくさんあるんですねですからあの緊急時避難準備区域の場合は立ち入りを制限をしておりませんでしたしあの人があの住んでおられたところもありますからインフラもある程度残っていたところが多かったんですがそれでも時間かかったと。ということを考えるとですねあのこの警戒区域というのは人が住んでませんので 9ヶ月住んででおられないわけですねで最速、まあ、例えば4月ということで検討する判断をするということになったときもそうすると1年以上住まれていない中で本当に帰れるのかということについてはかなり慎重な検討が必要だと思うんですですからあのそれぞれの市町村の意向であるとか、えー、それぞれの町の状態というのを見極めた上で 4月以降のいろんな状況判断ということになってくるというふうに思います。ですから、あの私はそこはあの慌ててもいかんと思うし、えー、逆に市町村の意向があるのであれば、どんどん先なんだということを言う必要もないと思うので、それぞれの状況に応じて、まあ、適宜判断をするということであのいいのではないかというふうに思っております。 あの私の方から最後の質問として、あの金曜日に、まあ、総理が記者会見されたときにこう、事故が収束したってあの収束、収束って言葉を使われたことに対する、まあ、あ反発が出てるんですけれども、はい、あの言葉の含むところ、意味するところ、一体その政府内で、えー、どういう検討がなされたのかについて、ちょっと説明していただけますかはい、えー、原子力災害対策本部の判断ですので。 あのこれについては政府としてのです、ね、決定ということになります。で、私が事故の収束の責任者ですので、私自身がです、ね、収束ということで、きちっとご説明すべきだというふうに考えました、そしてあの関係の閣僚とです、ね、あのいろんな相談をさせていただいて、ああいう表現を総理にもしていただいたという経緯です。ですからあの、あらゆるご批判があるとすれば、私が受けなければならないというふうに思っております。 あの中身は先ほどご説明をしたとおりです、まあ、9月から慎重に検討してきて、ポイントはです、ね、再びあの地域の皆さんに避難をしていただくという状況ではなくなったと、それだけの,です、ね、あの設備が整ったということをもって、あの事故の収束というふうに判断をあのいたしました。あのそこはあの私の判断といいいうにお考えいただいて結構です それでは会場からの質問をお受けしたいと思います。はい、どうぞ、そこの女性の方。あのロイター通信前田と申します。二点あります。あの先ほどのお話の中であの。あのセシウムの濃度のことを、例えば広域処理のところで、あの。例えば廃棄物は二百四十から四百八十ベクレルキログラム以下だとか。いうことをおっしゃってたんですけれども。 例えばプルトニウムとかその核種によってレベルが違うべきではないのかという素朴な疑問を持ちました、それについてが1点と、あと全く違うあの観点なんですが、来年はです、ね、原子力対抗の改定というのが大きなテーマだと思うんですけれども、特にあの、えー、核燃料のサイクルについて、どのようにあの大臣がお考えか、あの例えばその、もし再稼働ということがなったとしても、 あの各電力会社が使用済みの燃料をあの置く中間貯蔵施設というのが、かなり逼迫しているというふうにあの理解しているものですから、それについてどのようにお考えか、その2点をお願いします、はいえー、まずあの1点目ですけれどもあの、プルトニウムはですね、あのーえー、量はあのー、極めて限定をされていますが、えー 原発のととこころから出ていることは事実ですでそこは当初はあの測定にかなりプルトニウムの場合はです、ね、あの時間がかかりますのでセシウムのように簡単には出てこないものですからサンプルが限定されておりましたけれども今はかなりサンプル数が揃ってまいりましておよその状況というのは皆さんにお知らせをさせていただいているという状況でございますただそのデータを見ておりますとあのセシウムの濃度と比較をすると極めて限定をされています まあしたがってセシウムを超える影響をプルトニウムが及ぼすことはないというふうにあの評価をしております。まあ、したがって廃棄物についてもまあ代表的な各種でここでは確かにセシウムについて評価をしておりますがプルトニウムについてもですね、えー、濃度については極めてまあほ,ほとんどないと言ってもいいと思うんですが、まあ、もちろんだからゼロではないという意味で可能性が常にあるというふうには考えたほうがいいと思うんですがこういうあの例えば、えー、放射線量に対する影響と。 いうようなことで言うならば、セシウムの中に含まれるというか、セシウムの影響を下回る形になりますので、影響はないということです。次に原子力政策大綱なんですがあの、私、原子力委員会の所管もしておりまして、大綱の議論はですね3月11日で中断をしておりましたが、再開をしておりますので、そのことについては非常に大きな責任があるというふうに自覚をしております。 そこはですねあのフロントエンドの原発の稼働発電の問題とバックエンドの問題というのは密接不可分でもあるんですが、まあ、それは皆さんお分かりになると思うんですが密接不可分であると同時に実はあの別の問題とも捉えることができるんですね。 と言いますのは今前田さんがご質問で言われたように原発の再稼働がどうなろうが将来脱原発になろうがですねどうなろうが使用済み燃料が日本に存在するということは間違いない。特に福島の場合にはこれは東京電力の福島第一原発の中には相当の使用済み燃料があって。 まあ次の,あの中長期の課題として一番先にやらなければならないのは共用プールからまず取り出してそこに4号機のプールの燃料を入れるということになるんですがこれは何らか,何らか処理をしなければならないわけですね。ということを考えるとこの使用済み燃料の問題をどう現実的にしていくのか。あのー まあ中間貯蔵施設というのは今建設中で止まっている6つのものしかないんですが青森のですねじゃあそこにあの持っていけるのかというとですねまだ建設進んでませんからそういう状況でもないと鑑識キャスクというのも一つの方法なんですがそれもなかなか自治体の皆さんの理解が得られるかという問題があると。 でそういったことを考えたときにやはり全体として絵を描かないといかんという意味で使用済み燃料プールを、えー、使用済み燃料をどうするのかという問題に向き合っていかなきゃならないそれは中間貯蔵もそうだし、えー、6カ所の再処理工場もそうですし高速増殖炉、まあ、門中高速増殖炉、えーまあ、あのこれを一体と考えるか分けて考えるかという議論もあると思うんですけどね。 まあそういったこのトータルに考えなければならないという意味で使用済み燃料プールの問題があるというのが一つ大きいと。でもう一つはですねあの私はこのバックエンドの問題というのは核不拡散の問題ともセットだということを考えなければならないと思うんですね。プルトトニウムを国内でどう扱っていくのののか、まあ、これははフロントエンエドのノーシクランの問題も実は 核不拡散の問題と不可欠ではあるんですけれども、まあ、世界はこれまで何度か、こういうあの燃料の管理について、国際バンクみたいなものを施行したことがあるんですが、まあ、それはうまくいったことは今までないんですね。ですから、常に原発のあのがあるところっていうのは、核拡散と裏表の関係にあって、その懸念にどう応えるのかって、世界的な課題なんです、特にアジアにおいては非常に大きな課題ですね。で日本もその課題とはは無縁ではありませんから そのののの問題題とと日本がどううううう向き合っていくのかっていいいくかもう一つの課題だというふうに思いますで来年、本格的な議論になりますので担当大臣である私がです、ね、これ以上、まあ、あの何か、えー、こういう方向がいいのではないかということはあの言うタイミングではないと思うので、えー、これぐらいにとどめたいと思いますが、えー、今申し上げたような3つぐらいの課題ですねフロントエンドとの関係そして、えー、使用済み燃料をどうするのかというトータルネオートをどう書くかという問題。 そして、核不拡散について日本がどう向き合っていくのかという問題、この3つぐらいの問題を考えながら、バックエンドについてやはり判断というのが必要になってくるのではないかというふうに思っていますじゃあ、どうぞ。<laughs> えっと、個人会員内藤といいますが、あのー、先ほど。 政府と東京電力の責任ともし上げました。法律的な根拠をお伺いします。で、確かに電気事業法とかいろいろ調べると、電力供給の義務がありますね。電力会社にはね。しかし、電力会社というのは株式会社でありますね。えー、白株3000円、4000円したものは今、200円から300円ぐらいの株価ですね。あくまでも株式会社ですから、株式会社というのは、 自分の責任において全て処理をする事業をする利益を出すとこういうことですねでところが政府も責任だとでそれは分かりますねエネルギー供給という責任がありますからでもどういう形でね現実的にどこまで今回のような事態に対して責任をお取りになるのかというその覚悟というかねそ,のそういうスキーム終わりになったらお伺いしたいと もう一つはモンジュの問題とかプルトニウムはですね半減期が2万4千年ですねでまあ一部プルトニウムが今度の,あの事故で出ておりますでこれはあの2万4千年ということは僕は2万4千年まで生きられないせいから分かりませんけれどもねこれはプルトニウムのその木ス燃料を非常に大々的にやるという。 スタンスがかつてはありましたね、この辺についてはいかがお考えになるんでございます、以上でい、はいえー、1点目の責任の法的所在ということに関して、えー、申し上げるとそうです、ねまあ、東京電力の場合はやはり現場法ということになると思うんですね、あれの正し書きには該当しないというのがあの政府の解釈ですから。 そうすると東京電力は事故にについいて責任を負うということとこなりますで政府の責任が法的にどうかって言われると、まあ、そこはまあ法的にというよりはあのまさに政府たるものですね原子力を規制をし安全国民に不安を陥れないというのはですね私はあの法律、まあ、もちろん現場法という法律を作っているのは政府ですから。 原培法も原子力基本法もですね、6規制法も全部政府ですから、そういった規制を作っている中で、国民を本当の意味でしっかりと守ることができなかったという意味において、それはもうあらゆる法律を作っているのは政府ですから、もう大前提だと私は思うんですけども、ちょっともしか内藤様の方のご意見が違うようであれば、それはもしお聞かせいただけるようであればと思います。一方で文中で文すが えー、そうですねあのー、まあ高速増殖炉というのは、えーまあ、核不拡散の観点からするとですね、えーまあ、プルトニウムを燃やすわけですから、あのー、それ自体は非常に不拡散の面で発電をするという意味ではいいと言われていたわけですね。 でかつては各国がまあそういうことを挑戦をして、えー、なかなかうまくいかなかった時期もあって日本もうまくいかなかったとで今新しいまた波も来てまして、えー、インドなんかも随分高速路について検討を始めてましてね、えーまあ、この波をどう見るのかっていう判断は非常に難しいとこだと思いますそうですねでそれと、まあ、文字をどう見るかっていうのもまたこれもあるんですよね で私も2回文殊に行ってついこの間も行ってきたんですけども、えーまあ、70年代にいろんな準備がされて80年代に作られて90年代に動き出したんですがちょっとやはり時間が経ちすぎてしまったというものであると思うんです。えー、ですからあの文殊というものをそういう時間が経ちすぎてしまったものとしてどう考えていくのかということについてはですねまあこれはもう本当に。 率直なところ私の中でまだ結論は出ていませんのであのゼロベースでこれまでお金が勝ったからとかこれまで頑張ってきたからとかいうことだけではなくてゼロベースで見直した方がいいいと思います、ね、でその上でまあ高速路というのをどう見るのかというのはまた別次元であってですねうーん、まあ、そこはさっきの,あの前田さんのご質問に答えたような形の中で、まあ、いろんなあの判断をしていくということになるんだと思います。 すみませんちょっとあの <laughs>、えー、私もちょっとあの個人的にということであれば若干申し上げないことはあるんですけどちょっとあの今のところあのはい、はい、こういったところでございます。はい、お願いします。個人会員の伊藤と申します。えー、先ほど細野さんのところお話でまああの除染体制はほぼ整ったと。 いうようなお話をいただいたんですが、まあ、これ、いろいろ実際に実施する市町村によって、まるっきり違うんですね、うすねの例えばあの福島市、これはあの専門の業者を雇って、そうして除染してます、それから郡山市、ここはあの町内会に任せてるわけです、素人の集団に。 で素人ではとても、それに町内会ですから、日曜日じゃないと皆さん集まらんということでやってて、それであの市の方に何とかしてほしいということを言いますと、まあ、これも1兆1500億ついた予算のせいなのか、費、まあ、用は出しますと、用具とかなんかの、だけど、皆さんでやってほしいと、で素人じゃ全然除染の,あの効果が上がらないらしいですね。 うん、だそういうところを自治体がバラバラにやってるところをですね専門業者を使うなりそれからまあ自衛隊を使うなりそういうことを国の方からですね指導していかないと除染でお金はつけましただけど実際に除染効果が上がるかというとなかなか上がらないんだと思いますこれはもう除染だけじゃなくて今新聞でも報道されていますけどあのー、学校給食の内部芝生の問題で まあ南相馬市の方はの何をご質問になりそれでですね、今、最後に結論言いますから、それで、あのー、学校給食は南相馬市が拒否したと、相馬市の方はオ、OK、ーしてやってるということで、あのー、実際にその住んでるところによって、住民が放射能の影響を受けるのが別々になっちゃうんですよね、バラバラというか。 そういうところをです、ね、もっと細かくですね国が責任を持って指導していって、統一したあれができないのかどうかね、うん、それあんまり自治体にだけ任せますと、首長に任せますと言ったって、彼らがそれ責任を取れるわけではないでしょう、はいわかりましたやはり国がどとして責任を取っていただけるかどうか、うん、大臣がそういう指導をこれからやるということをやれば、うん、福島県内の市町村はみんな安心するんじゃないかと思います、はい、その辺をはっきり言せていただきたいと思います。 あの今の伊藤さんのご質問っていうのは結構実は難しいご質問なんですよね本当に難しいご質問なんですあのそうですねあの特に除染がですね典型的なんですけどももちろん業者を使って効率的に大規模にやるっていう方法も重要なので市町村にはそういうやり方をやりましょうということは呼びかけてますで業者も徐々に地元の皆さんの中でもやろうというところが出てきたので できれば福島の経済のエンジンにもなるような形でやりたいというふうに思っているんですね。で一方であの郡山市が取っておられるあの考え方として地元の皆さんに力を出してもらおうと地元が再生に向かって手足を動かしてやっていこうというのもこれも実に実は尊いそしてそれが再生につながる面があるんですよで私はこれはこれでですね本当に捨て難いと思っていて本当に皆さんですね、まあ、伊達島も始めそうでしたけども あの一生懸命皆さん地域の学校をきれいにしようと立ち上がられたそれがやはり福島の再生のです、ね、大きなきっかけにもなったんですで我々はあの皆さんにあのそれこそお詫びをしなければならない話なんでどうぞ地元の人でやって下さいっていうんじゃなくて業者を使おうといろいろそういうことをやろうということを呼びかけてますけどそれはやはりねですから福島市もまあボランティアでやっておられるところもあってで業者も使っておられると。 郡山市は郡山市の考え考え方がありますから、そこはあの個別にいろんな話をする中で、こういうやり方もあるということをお知らせをしていきたいというふうに思っています。で、その中で、私が参考レベルって申し上げたのは、そこはやはりもっと国が責任を持つべきじゃないかと思ったんですね、つまりあの、郡、まあ、山市に20ミリというところはそらくないと思いますけれども、えー、福島市には結構高いところがありますから、20ミリのところを10ミリにまず下げるのは、福島市と国が一緒にやろうと。 で他にも、まあ、いくつかそういうところがありますからそういったところについてはそれぞれの自治体が本当にやりきれてるかどうかも含めて国が10ミリまでとにかく責任を持ってやっていくという、まあ、そういう体制は作らなきゃならないというふうに思いますね。 時間があまり限られてるんで、ではい、あと、はいはい、残り質問、何かあのあの1人だけということで、先ほどなんか金二世あ、松陰寺が死去されたっていう報道、本当ですか、ね、それで本当ですか本当、うん、ですね、では総理が街頭演説も今、中止したっていう、本当ですか、ね、あの列車の中で死去したっていう報道があったんで、あと質問 1, 点1つだけ、えーはい、お願いします。 <laughs> あの東京新聞の OB で今、個人会員ですが、採取と言います、今日の記者会見は非常に印象的でした、ありがとうございました、で2点あの、国内の問題と国際的な問題、伺いたいんですが、1つは、あの今度の収束の条件として、えー、緊急用冷却装置のですねあの、給水装置の多重性、多様性が確保されたということがありますが、これは原 他の原子力発電所についてもです、ね、この条件というのは、前提として再稼働を認めるということになるのかどうか、これが国内の問題、はいはい、もう一点はです、ね、国際的な問題として、先ほど、まあ、文重の,のお話はなんかありましたけれども、もう一つは、ね、イーターの問題がありますが、これはイーターについては、どういう方針で進められるか、この2点、はいえー、まずあの多重性の方ですけれども。 あの緊急のです、ね、対策というのがあの、それぞれの原発で打たれておりまして、あの多重性、多様性については、あの既存の,あの東電の福島原発以外のところでもです、ね、相当強化はされてます、私、大井原発、あの関西のあそこにです、ね、先月ですかね、行ってきましたけれども、まあ、相当あの関連も頑張ってましたね、ですから、3月の11日以降、原発事故に対する発想は全体としては変わったと思います。 まあ言うならば、おざなりの一応作って、多重性できています、多重防護という、そういう言葉の、本当の意味での中身がない多重防護ではなくて、本当の意味での多重性、多様性を施行する対応にはなってきていると思います、でそれはあの東電の福島原発だけではなくて、全国の原発でやられていることではあります。でそれを最終的に 再稼働の時どう判断するのかっていうのはまさにこれからですねあの保安委員なり、まあ、政府の判断というのが求められてきますので、まあ、そこがポイントにはなると思いますね。イーターなんですが、えーまあ、イーター計画というのは、まあ、フランスと日本がまあ分担をする形で計画をされてまして、まあ、あれは太陽をもう一個作るようなもんですからあの壮大な計画ですよね。で将来の計画としてはあの私は えー、可能性はあるただここはですねまあ,あのもちろんそのコストをどう見るかという問題もあるんですけども国際的な枠組みとしてこれ,これからどうなるかという問題もあるのでちょっとその来年の現職政策大綱の中でイーターゼカヒカみたいな議論はちょっとしにくい、まあ、50年とか、まあ、それ以上先の話ですので。 ちょっと今の時点で全部判断するということにはなじみにくいテーマかもしれませんね。あの非常にあの根源的な問いではあるんですね、人間が太陽をもう一個作れるかどうかという、あの核融合ですから、あのそういうまあちょっとある種こ、これまでの原発とは次元の違うところの世界に手を伸ばすことなので、えー、まあそこはあのまた違った判断というか、また違うところでの判断ということになるかもしれません。いやどううあ,ありがとうございました で何かなんか政府は安全保障会議を今日中に改正する方向で調整に入った、はい、と,いということなのでありがとうございましたはい、はい、じゃあこれで記者会見を終わりますはいありがとうございました